IHI は今日も動いています。だから IH アイング。IHI の将来の社長です。脱炭素以外にもいろんなところでいい効果をもたらすバイオマス発電、最後はそんなバイオマス発電の将来に迫ります。将来の社長、お待ちしておりました。伊藤君、今日はワクワクするような話を頼むよ。はい。ところで社長、これまでの話でバイオマス発電は今後どのように発展していくのがいいと思いますか？発電所をどんどん大きくして発電量をどんどん増やしていけばいいんじゃない？バイオマス発電の理想はズバリ地産地消なんです。地産地消？地元の間伐材を使って地元の電力を作る、それがバイオマス発電の理想像なんです。意外にこじんまりしたことを言うね。将来の社長、今までの話を思い出してください。燃料を遠くに運ぶと CO2 が出てしまいます。でも地元に燃料を調達できれば CO2 は少なくなるね。そうです。それに地元の間伐材を使えば地元の林業が元気になって地元に仕事が生まれるんだよね。はい。地方に人が戻ってくることで空き家問題などの改善も期待できます。あとは間伐することで山が生き返って土砂災害などの予防にも効果があるんだよね。はい。密集した木を間伐することで一本一本の木が大きく育ち地面に長い根を張る、これにより山の保水力が上がり防災につながります。あと山が健康になれば養分が川に流れ出て魚も元気になるんだよね。そうです。バイオマス発電の地産地消は日本の抱えるさまざまな問題に光を差すことにつながるんです。なるほど。さらにいろんな地域に発電所ができることで生まれるメリットがあるんです。メリット、いいね。社長、いつもお買い物するスーパーが閉まっていたらお菓子をどこで買います？近所のコンビニじゃない？そうです。たとえ災害などで大きな発電所が停止してしまってもいろんな地域に発電所がたくさんあればライフラインを動かすことができるんです。災害時のリスクヘッジになるんだね。はあ、難しい言葉をご存知なんですね。リスクヘッジは経営の基本だよ。将来の社長、バイオマス発電を知っていかがですか？うん、回り回って社会のいろいろな問題を解決していくポジティブスパイラルが生まれるってことだね。そうです。私たちはバイオマス発電の大きな可能性をもっともっと知ってもらいたいと思ってます。うん、この動画がきっと力になれるよ。頼んだよ、制作の君たち。よろしくお願いします。伊藤君、地産地消のバイオマス発電が日本中にできて当たり前になるようにますます励んでくれたまえ。はい。今の社長にももっと応援するように言っとくよ。ありがとうございます、将来の社長。 IHI は地球に優しいエネルギーを作るために今日も動いています。 IHI